今回はザ・バックルームズの日本語版ファンダムウィキについてご紹介していきたいと思います。当チャンネルでは日頃から海外版のバックルームズウィキドット、そして最近ではファンダム版バックルームズのサイトからレベルやエンティティの内容を引用翻訳してご紹介しているわけですが、昨今の日本国内でのバックルーム人気を受けて1年ほど前に日本でもファンダム版のバックルームのサイトが立ち上がることとなりました。そのサイトについては当チャンネルでも去年一度だけご紹介したことがあるのですが、こちらのように日本語版ファンダムサイトへの投稿方法という内容にしてしまったため、結果不人気動画として埋没してしまいました。そんな中、この日本語版のサイトについては時間とともに投稿も順調に増えてきており、日本でのバックルームの盛り上がりを下支えする土壌となりつつあります。そこで今回は当チャンネルでもこの日本語版のファンダムサイトを改めてご紹介することで、その認知の向上に寄与していきたいと思います。動画の内容としてはこちらのように、日本語版ファンダムウィキの世界観の特徴と用語説明、海外版との違いなどについて一通りご説明した後、日本語版のレベル0から9についてざっとご紹介をさせていただければと思います。それではまずは世界観から見ていきましょう。ザ・バックルームズ日本語版ファンダムウィキの最大の特徴は、活動団体、エンティティ、人物、機器、そしてオブジェクト、これらについて具体的な固有名詞を出さないこととされているところです。これはできるだけバックルームの本来の世界観を尊重するための措置です。本来の世界観とは、バックルームがリミナルスペース、際の空間であるという世界観。その際の空間を表す形容詞をいくつか挙げると、不自然さ、不気味さ、孤独感、不安感、既視感、解雇感といったものが挙げられるのですが、こうした世界観に固有名詞のような具体的なものを導入してしまうと、本来どこかぼんやりとした抽象的なはずのこの世界に輪郭を与えてしまうことになりかねません。例えば遠くの方で正体不明の人影が通り過ぎるのと、近所のおっさんのサブローが通り過ぎるのとでは、前者の方が不気味だし不安にもなるでしょう。もちろんサブローを見て不安を抱く人も一定数いるとは思いますが、そこでこれらの固有名詞のようなはっきりとした言葉を避けることにより、本来バックルームの世界に存在する捉えどころのない不気味さといったコンセプトを際立たせたい。この世界から固有名詞を外すことにはそんな狙いがあります。そのため日本語版のファンダムウィキにはエンティティやオブジェクト、グループといった項目がそもそもありません。特にエンティティの項目が存在しないのは人によっては残念と思うかもしれませんが、それはこの日本語版ファンダムウィキの世界にエンティティがいないということではなく、あくまで明言されていないというだけですので、そこはご安心ください。特定のレベルの記事を読み進めていると、固有名詞としては明言されていないまでも、その空間に出現する何かについてのかなり詳細な記述を見かけることがあります。特に海外版バックルームを通じてエンティティの知識をある程度持っている人については、その内容に思わずニヤニヤしてしまうかもしれません。具体的には、例えば顔のないのっぺらぼうのような人型の実体とか、人の手足の塊のような実体とか、人間を噛むことで同族に変える犬のようなものといった感じで、これはもうあれじゃないかと連想させるような記述が多くなっています。こんな感じで実体の表現が割と具体的だったりするので、これが先ほどから申し上げている捉えどころのない不気味さという点においてはマイナスに働きかねないということで、ひょっとしたらこのような具体的な記述に関しては難色を示す人もいたかもしれません。ただあまりに抽象的すぎても、今度は記事のバリエーションの観点や人々への受け入れられやすさという観点でマイナスとなってしまうという可能性もあります。そういうことを考えていくと、この日本語版ファンダムウィキをより多くの人に知ってもらうという意味では、ある程度の具体性は持たせつつ、固有名詞については明言しないという現在の運用体制が落としどころとしては良かったのかもしれません。続いては使用されている用語についていくつか補足しつつ説明していきたいと思います。まずはノークリップという単語について、当チャンネルでは普段から壁抜けという表現を使っておりますが、この日本語版ファンダムウィキでは外れ落ちるという単語を使っております。当チャンネルのせいで壁抜けに慣れてしまっているという方はご注意ください。続いてエンティティに関しては、エンティティという項目自体は存在しないものの、それに相当する言葉として実体という単語がよく使われております。続いて階層の分類について、階層の分類については通常階層と亜階層、そして番外階層の3つがあります。それぞれ海外版ではノーマルレベル、サブレベル、そしてアノマラスレベルと呼ばれており、当チャンネルでよく扱っているバックルームズウィキドットの世界では、とりわけアノマラスレベルについてはエニグマティックレベルと呼ばれていたりします。そして日本語版のファンダムウィキでは、これに加えて識別子という記号がついていることがあります。これはどこの国で書かれた記事であるかを示すもの。言い換えればどこの国で発見されたかを示しているものです。日本で発見された、つまり日本人の書いた記事であれば、レベルの数字の後ろに大文字の N もしくは JP、 あるいはギリシャ文字の ETA がついています。特に識別値のついていない記事に関しては、本家のバックルームの記事を翻訳、場合によっては一部改変して記載されたものになります。
現状日本語版ファンダムウィキで最も盛り上がっているのはやはり日本人の書いたイーターの記事で、まだ発足して1年そこそこではあるものの、少なくともレベル100まではほぼ埋まっているという充実ぶりです。最後に危険度と理解度について、海外版では各レベルに生存難易度、サバイバルクラスというものが設定されていますが、日本語版のファンダムウィキではこの生存難易度にあたるものとして危険度という指標が存在し、それとは別に理解度というレベルがどれぐらい把握されているかという指標が追加されており、これは0から 100% の間で表されています。危険度は基本的に5段階評価で、安全な状態が1、危険な状態が5として表され、稀に危険度5を超える危険度6という状態も存在するようです。その他の状態としては未定もしくは保留という状態が挙げられ、海外版のようなデッドゾーンみたいな特殊なクラス分けは少なくなっています。以上の内容を踏まえ、最後にこの日本語版ファンダムウィキに投稿されている日本で発見されたイーターのレベル、このうちレベル0からレベル9までをざっと見ていきたいと思います。レベル0、ロビー。日本語版でもレベル0はおなじみのこの空間、黄ばんだ壁紙と湿ったカーペット、そしてハム音を鳴らす蛍光灯。同じ構造の空間は2つとないとされており、コンパスや GPS なども機能しない空間となっております。レベル1、ザ・リミナルルームズ。レベル0とよく似た空間だが、未確認の生命体が生息していることや精神への悪影響がより顕著に確認されるなど、より危険度の増した空間となっています。レベル2、工場地帯。無限に広がる工場地帯のレベル。レベル1でも出てきた未知の生命体が出現するほか、シアン系や塩素系のガスなどによる大気汚染が確認されており、さらに危険度が増しています。出現する生命体はキメラっぽいもの、スライムっぽいもの、人形っぽいものなど、様々な種類が確認されています。レベル3、色褪せない記憶。昭和初期の時代を思わせる閑静な下町が無限に広がるレベル。かつて第二次世界大戦中に原爆を落とされた町がモチーフとなっているようで、当時の様子を想起させる時報やキノコ雲、やけどや放射能といった描写が印象的なレベルです。危険度は最高クラスの5となっています。レベル4、プレイルーム。様々なプレイルームが廊下を介して接続された空間。実際に現実世界のプレイルームで遊んでいた子供たちがその辺の隙間に潜り込んだ時にこの空間に転落することがあると言われています。一部の部屋に大量のカラフルな風船が浮遊している体育館のような部屋が確認されており、バックルームを愛好家にとってはかなり意味深な雰囲気ではありますが、特にこれといった危険は確認されておらず、レベル全体としても危険度は最低クラスの1となっています。レベル5、遠い昔の思い出。植物の生い茂る森林と様々な人工物で構成される空間。比較的安全な空間であり、温厚な人たちが数多く暮らしています。特徴的なのは、ある一箇所にだけ存在するお寺と、そのお寺の妻に佇むお地蔵さんの存在で、お地蔵さんに向かって2礼2拍1礼をすると心の落ち着きが得られるとされています。夜になると危険な生命体が出現するので、探索は昼のうちに行うのが良いでしょう。レベル6、壊れかけの街。現代的な建物が立ち並んだ都市空間。常に夜間で、ところどころにあるマンホールからは有毒物質を含む水蒸気が噴き出しており、街灯などもほとんど故障しているため視界が悪く、危険な空間となっています。謎の言語を操る人々の集落があるそうなのですが、友好的かと言われるとそうでもなさそうなので、彼らとの接触は避けた方が良いでしょう。レベル7、ジャンクヤード。森に取り囲まれたスクラップ工場のレベル。工場から離れるほど危険が増し、危険な生物や異常な現象に見舞われやすくなります。人間の負の側面を凝縮したようなレベルで、工場内のテレビに残虐な映像が流れていたり、空から武器や麻薬が降ってきたりと、人の争いに関連するイベントが多く発生する陰鬱な空間となっています。レベル8、地下通路。下水道、トンネル、洞窟といった様々な形態の地下通路がつなぎ合わさったような空間。時々見つかるマンホールや非常階段などから多岐にわたるレベルへとアクセスすることができ、ハブという異名がついています。下水に流されるとほぼ確実に無空間のボイドへと転落してしまうが、ごく稀に現実世界へ戻ることもできるのだとか。レベル9、雨の公園。雨が降りしきる公園の世界。その辺のベンチやブランコに腰をかけたり、長時間滞在したりしていると幻覚が見えるようになります。その幻覚によって時間とともに現実世界での思い出とそれに対する執着が徐々に強くなっていき、最終的には危険な方法で現実世界へ戻ろうとした結果、ボイドにはまってしまうという末路が多く確認されています。取り返しがつかなくなる前にレベルを脱出するか、アーモンドウォーターで回復させましょう。と、このように日本で発見されたレベルだけあって、日本の歴史や文化に関連付けられたエピソードもちらほら見受けられます。また何かが集団で襲ってくるというような無茶な設定は少なく、どちらかというとその空間の特性に重きを置いたような記事が多いと感じました。こんな感じで当初のバックルームの世界観により重きを置いた日本語版ファンダムウィキのサイト、よろしければ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
サイトへのリンクは概要欄に記載しておりますので、ご興味のある方はぜひ覗いてみてください。それではまた。